モンマス博物館、別名ネルソン博物館、地域史センターは、ウェールズ南東モンマスシャーのモンマスにある博物館。ここは、ホレーシャネルソンにまつわる品々を特に収集している。モンマス中心部の古いマーケットホールにあり、モノオーガは、モンマス城、アジンコートスクエアに近い。モンマス帽のオリジナルとして、唯一現存する16世紀の帽子。 この博物館で展示されている。ネルソン提徳のコレクションは、ジョージナ・ランガタク・プジンによって、モンマスの町へ寄贈された。彼女の夫の初代ランガタク・ダンシャク・ジョン・ロールズは、地元の地主かつ町の事前事業家であり、息子のチャールズ・ロールズは19世紀末から20世紀初めに、かけてネルソンの遺品を集めていた。このコレクションには、ネルソンの海軍士官用軍刀、 ネルソンが妻とエマ・ハミルトンに宛てて書いた手紙、その他ネルソンの数々の勝利、イギリス海軍での栄達、ハミルトン夫妻を伴った、モンマス、カイミンヒル、サウスウェールズへの訪問を記念する、様々な品が含まれる。他の展示品には、記念となる銀食器、版画、絵画、ガラス食器、陶磁器、トラファルガー海戦の模型がある。ネルソンの来訪に関する品として、 海民ラウンドハウスで食事をした時に使ったというテーブルがある。コレクションにはネルソンにまつわるまがいものもある。例えば彼が使ったと称するガラス製の義眼があるが、彼は右目の視力は失ったが眼球はなくしておらず、これは外科教育用の標本である。この博物館にはモンマスの歴史と考古学に関する品々ナナ、チャールズ・ロールズとその一家に関する文書類もある。 例として16世紀に作られたオリジナルとして唯一現存するモンマスボーがある。この博物館は1924年にグレンダー・ウアー・ストリートの体育館で開館した。その建物は1891年にジョン・マクリーン・ロールズの成人を記念し乱型区断尺家が寄贈したものだった。そして1969年完全に再改修された。 現在のマーケットホールへ移転した。マーケットホールの建物の主要部分全体は1963年の火災で損壊している。ありがとうございます。